ランドマークは、目印となる地理学上の特徴物を指す。元来の意味としては、探検家などが、一定の地域を移動中に、またそこに戻ってくるための目印である。目印となる特徴物陸標、灯台、鉄塔のような土地における、方向間隔の目印になる建物、国、地域を象徴するシンボル的なモニュメント、建物、空間を意味する。また、 広い地域の中で目印となる特徴的な自然物、建物や事象も含まれる。ニューヨークの自由の女神、パリのエッフェル塔などは、都市、国家を象徴するランドマークでき、山、高層ビル等は、町や、都市のランドマークである。都市計画や都市論の分野で1970から1980年代頃から、よく使われるようになった。ケビン・リンチ、都市のイメージでは、 都市のイメージを構成する要素として、ランドマーク、パス、ノード、エッジ、ディストリクトの5つを挙げたが、特にランドマークの存在が重視された。モニュメント、特徴のある建物、構造物など、容易にそれと気づくことのできるようなものという意味で用いられている。このようなランドマークは、方向を見定める場合の手軽な道案内としての役割。 その都市のイメージを決定づけるものである。どこまでも同じようなビルの続く街では、人間は方向感覚を失ってしまうものであり、その都市の印象が残らない。ランドマークはその都市の顔となり、住民に親しまれるとともに、来訪者に強い印象を与える。また、小さな教会、寺院、モスク、神社や日の見蔵取水塔、煙突といった建造物も,も、 集落や狭い地域のランドマークになり得る。カーナビゲーション用の地図、携帯電話による道案内用の地図などの電子地図において、著名な建物などを特にランドマークとして扱い、地図画面上に実物を模したアイコンを表示したり、その建物に関する詳細情報を案内することがある。丹下健三、富田玲子役、初犯1968年。ありがとうございます。